ヒデさん、どうです。今日は、珍しくこっちの部屋に来てみました。はい、マキタのですね、TD172 のインパクト、皆さんお買い求めになられましたでしょうか。はい、弊社の方でもたくさん販売させていただいてるんですけれども、ようやくですね、皆さんの手に渡れるぐらいの、塗装が完了いたしました。はい。というわけで、どれにしようかな。はい、これ。はい、こういうやつですね。TD172 での、ヒデさんオリジナルモデル。ついにですね、オンラインストア解禁という意向じゃありませんか。というわけで、こういったカモフラージュ柄のブルーですとか、ね、今最初に買いましたでしょうかなんて言いましたけれども、もうすでに買ってしまった方はですね、こういったハウジングのみ、こんな感じで、このプラスチックの側だけの販売もしてますので、これ、うちの、以前の動画でですね、分解動画とか組み立て動画配信してますんで、まあ、それを見ながらですね、自分で組んでみてはいかがでしょうか。これかっこいいんですよ、これ。なんかこの、すごくないですか、この色。これ、僕一押しの柄。はい。というわけで、こんな感じで TD172 を、オンラインショップ解禁でございます。もしよかったら、クリックしていただければ、購入できるようになっております。またですね、こちらの商品に関してはクレジットカード OK です。なので、まあ皆さん来月勘定、来館になりますからね、買っていただいてはいかがでしょうか。はい。じゃあ、それに合わせてですね、これ、弊社の充電器もできるんですよ。まあ、最新型ですね。DC18RF っていう、こういう充電器も、こういったグラデーションカラーにしてみたりとか、まあ、もちろん一色も OK だし、こういった転写のフィルムもできます。はい。そして、ちょっと、こだわっちまおうかなっていうお客様。はい。違いがわかりますでしょうか。これ、キャンディーオレンジのスカルなんですけれども、はい、ここステッカー貼ってねえんですよ。充電中とか充電完了とかっていうシールあるじゃないですか。あれを一回剥がしてから転写しました。というわけでこんなのがね、こうやってこれ壁にかけられるんですけど、こうやって壁にかかってたらかっこいいですよね。はい、そんなわけで充電器のですね、シール剥がした状態で塗装してくれなんていうのもオプションとして受けたまれますんで、これの注文も一緒にしてみるのはいかがでしょうか。はい。あとはですね、それに合わせまして、TD172 のインパクトドライバーについてるケース。これ大人気なんですよね。バッテリーが4個入るっていうとんでもねえケースで、しかも防水仕様。私、40V のケース持って、湖に飛び込んで、ね、助かったなんていう動画を以前上げたんですけれども、あれの進化版のケースになってますんで、電池が4個入る。いいですね。このケースも、もしよかったら販売をスタートいたしますので、もしよかったらクリックしていただければですね、皆様のお手元に、2、3週間後ですね、オリジナル工具に関しては、お送りしますんで、ぜひとも注文いただければと思います。はい、そんなわけで、だらだらと喋ってしまいましたが、うちのオンラインストアですね、今、TD172 見ても柄がですね、多分ノーイメージとかで見れないと思いますんで、オンラインストア入ったら、上から3番目ぐらいにオリジナルギャラリーっていうのがあるんで、そこで、好きな柄見てください。で、あ、これはこの柄ね、名前ねっていうのを見ていただいてから、まあ、TD172 のですね、オリジナルプレミアムの注文していただければいいのかなと思います。はい。というわけで、ヒデさんオンラインストア TD172解禁ということで、ぜひとも皆さん注文お待ちしております。はい。じゃあ今日はこのところで、ヒデさんの動画でした。お付き合いありがとうございました。